中年オタッキーです。今日自宅からなんですけども来ました。またしてもジャンクカメラ開封の儀でございます。ちょっとあまりにもね連続でやるとね飽きるだろうから、この動画ねいつ公開するだろうな。ちょっと間隔を空けるかな。まあ早速開封していってますけど、これね骨董品屋さんっていうか何て言うんだろう、中古品をねいろいろ売るストア情報って書いてましたからね、ストアから買いましたね。オーダーフォームというのを入れなきゃいけないめんどくさいパターンですね。はい、出てきましたよ。お、よいしょ。お、ストラップ付き。はい、こっちか。ミノルタの XGE ですね。シャッターは切れませんね。レンズはね、もう期待してなかったです。 135mm が付いてますけど、もうもろ吹き傷があったんでね、かなりの吹き傷があります。まあどうだろうね、一番前の弾だから巡航だったら使えるかもしれんけどね。さあ、とりあえず電源が入らないと何もできないカメラだろうから、電源が入るかどうかやっていこうと思います。よっ。あ、もうそもそも電池は入ってないですね。これは期待できるかも。よいしょ。ちょっと他のカメラから電池を移植と。電源が入ったら最高だけど、接点とか腐食してないみたいなんで、電源が入らなかったらもうその時点で終了ということになるかも。ちなみにね、これ300円でした。落札金額300円、送料800円でね、総額1100円のお買い物でした。電源が入ったら最高です。こっちか。入りました。入りましたね。入ったけども、あ、これで動くのか。最高やりました。300円のミノルタ XGE。 これ露出系はどうなんだろうな、どういうシステムなんだろう。これがバッテリーチェックか。これね、X700 とかと同じね、こう触っただけでね、速攻するってやつでしょうけど、LED はつかないっぽい。ただ、オートシャッターにしたら、オートシャッターにしたらね、LED がつきました。これ、アンダーとオーバーぐらいしか表示されないのかな。ということはマニュアルモードは速攻なし？そうなのか。よ、一応ね露出補正ダイヤルとかもあるんで、基本的にはオートなんでしょうね。何も出ない。何も出ないですね。マニュアルモードは速攻なしか。
何もないな。オートの時だけか。オートの時だけ LED が出る。うん、シャッター速度変化しておりますね。長っ。長えぞ。で、シャッターの状態を見ましょうか。ミノルタのレンズをやって外すんだな。うん、で、蓋はこれ引っ張り上げか。うん。おお。ピカピカでーす。ピカピカでーす。ウダウダ取っちゃえ。とりあえず1000分の1。あ、開いてるな。うん、変化してるね。お、いい感じ、いい感じ。これバルブか。うん、感動品と見ました。ファインダーも綺麗です。ちょっとゴミがあるけどね。うん、こんなの綺麗なうちだな。うん、いやー、これは安かったぞ。モルトはね、やっぱり死んでるんで、こんな感じね。モルトはもう張り替えですね。死んでます。ボロボロ落ちてくる。それにしてもね、これは安かった。300円で落札。まさか誰も入ってこないなんか思わなかったもんな。動作未確認って、これね、100均の電池で動くのに動作確認ぐらいすりゃいいのにね。めんどくさいのかな。まあレンズはもう多分どうしようもないでしょう。どうしようもないに近いね。中玉カビ、後ろ玉曇り、前玉が擦れ傷。これね、微妙にね、これレンズの方が出てるんですね。で、多分ね、テーブルにこう置いてたんです。それでね、もうここのところがね、削れちゃってます。これはちょっと使い物な、使えたら嬉しかったんですけどね。MC6 コロの、ね、135mm ってね、案外使えるんだよね。あー、ダメだな、これはダメだな、多分。しょうがないね。よいしょ。この辺にレンズがなかったかなと。こいつか。これはね、MC6 コール PF50 ミリちゃうわ、55ミリ F1.7 というやつを持ってきました。老眼鏡を持ってくるのを忘れる。お、うまいこと使えました。つけました。お、このファインダーなかなかいいな。いいぞいいぞ。オートシャッターだからね。まだ切れてる。まあこんな感じで、この XG って時代背景とか、どうなんでしょうね。まだ何も調べてないから分かんないんですけど、まあとりあえず、そのうち試写していこうと思います。はい、じゃあ、出品者に、到着連絡をいたします。大成功でした。はい、いつものね、車内に戻ってまいりました。
このカメラね、いろいろ調べたらなんかマニュアルの時には露出系動かないみたいですね。でちゃんと動いてるみたいです。どうやらちゃんと動いてるみたいです。シャッターユニットはね、ミノルタ X700 と共通みたいですよ。でカメラとしてはね、どっちか言ったらね、ミノルタ X7 にね構造は似てます。もう明らかにね、軍艦部はプラスチックです。その分軽いんですけどね、結構ね、結構程度いいと思うんですけどね。この針側はね、微妙にブヨンブヨンって柔らかいのが気にはなりますが、300円だったんでね、これね、落札金額300円で送料が800円ですけどね。そのうちね、撮影して、動画に出てくるとは思います。はい、それではね、視聴者様の作品紹介に、いきますね。トップバッターはね、和賀さんの、作品でね、1枚、滝壺の伝説、カメラペンタックス K5、レンズ1855ですね。フィルム写真を投稿すべきですが、それまでにつなげてくる。別にね、デジタルでもいいんですよ。で写真なんですけど、これも素晴らしいですね。これはいい光で撮られております。もう場所よ、こんな場所よくありましたね。まあ滝にね、直接光が当たったらもなお良かったんですけど、いい感じでは撮られてますね。はい、和賀さんありがとうございます。次はね、369モノクローマンさんの作品。タイトルがね、お昼寝。カメラはニコン F3 AIS85mmF2、 フジクロームプロビア 100F ということで、これね、お昼寝ってことなんですけど、これ何ですか、これ。なんかぬいぐるみかなんかなのかな。お皿の上に乗ってるんで、一瞬なんか小豚のね、丸焼き、一瞬小豚の丸焼きかと思いました。どうやらそうじゃないみたいですけどね、これ面白いものになってますね。これ何で作られてるんだろうな、ちょっとよくわかんないですね。お皿、なんでお皿の上になってるのってるんでしょう。よくわからないです。369モノクロマンさん、ありがとうございます。なかなかインパクト強烈ですね。次はね、1都市9さんの作品2枚。1枚目がね、タイトル初夏。2枚目が UFO ということでね、カメラはニコン EM、マイクロニコール、105mmF2.8S、コダックゴールド200でどちらも撮られております。1枚目なんですけどね、これね、構図もいいですしね、光もちゃんといい光が来てますし、何よりタイトルがいいですね。タイトルはね、作品の一部になりますんでね、これ野暮なタイトルをつけるよりは初夏っていうね、ストレートでいいと思います。で2枚目はね、写真的にはもう綺麗なんですけど、タイトルがね、面白い UFO っていうね、面白いタイトルになってますね。今回ね、2枚ともね、なかなかいい感じですね。一としきさん、ありがとうございます。次がね、フリーマンさんの作品。久しぶりの投稿ということで、タイトルがね、夏の影ってことで、カメラニコン、リコー、500で、XR500 か、XR500 デラックスで、フィルムがね、ロモグラフィーということですね。これものすごくくっきりとね、影ができておりますね。これ多分ね、ベンチかなんかの影なんですけども、なかなかシャープに出てますが、レンズが何を使ったのかは書いてないですね。フリーマンさんね、なんか体調が悪いということでね、無理せずね、お大事にしてくださいね。まだまだフリーマンさんのね、動画期待しておりますので、ゆっくり養生して、復活してくださいね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次が、初投稿ですね。これ M 直人さんでいいのかな。はい、タイトルがね、新学期。カメラがね、オリンパスの OM-1、会社の先輩にもらったってことです。ラッキーですね。OM-1 高いですよ。で、レンズは何か、レンズとかフィルムは何か書いてないんですけども、これ多分ね、お子さんかな、お子さんがね、新学期、階段をね、登っていくところを撮ってるんですけどもね、僕的に、まあ、このままでもいいんですけど、結構いい光が来てるんで、僕的にはね、縦構図にトリミングしますね。
うん、トリミングするとグッと光が強調されていい感じになると思うんですが、どうでしょう。はい、ね、今日の、視聴者様の作品紹介はここまで。で、1名様ほどちょっと待機が出ておるんですけども、ちょっと少々お待ちくださいませ。次はね、今日はね、ちょっと、俺のカメラのコーナーはお休みになりまして、やったやっちまったのコーナーいきます。はい、やったやっちまったのコーナー、今日のね、やったやっちまったのコーナーは、野良旅人さんのやっちまったですね。このコーナーには初投稿ですってことで、キャノンオートボーイをヤフオクで発見。この、カメラは、結婚前新婚時代と使っていた思い出深いカメラだったので、懐かしさで入札。箱付き3000円だったのですが、だったのでお得かと思いきや、ライバル出現でヒートアップ。結局8000円になって落札しました。結果電池まで購入して試しましたが、シャッターを切るとエラー表示でフリーズ。1枚しか撮れない、やっちまったな商品でした。残念ですねこれ。せめて写真くらいはかっこよくと思いましたが、なんだかいやらしい写真になってしまって、こちらもやっちまったでしたということですね。自分では直せないので直せる人、誰かもらってあげてくださいっていうことなんですけども、これなんでしょうね。シャッターを切ったらエラーが出てフリーズということなんで、なんかセンサー系か何かの異常なんですかね。ちょっと電子カメラなんでね、難しいところではあるんですけども、何のエラーでフリーズしてしまうんでしょうね。でも1枚は切れるんですよね。毎回電源を入れ直していやそれもまだ大変だな。どうなんだろう。シャッターを切るとエラー表示でフリーズっていうことですよね。よくわかりませんが、僕には直す自信はありません。すいません。野田旅人さん、ありがとうございます。これね、オートボーイでも結構新しい方の機種ですよね。映りはいいんだろうですけど、ズームレンズが、ついてるみたいですね。チャンスがあればね、ゲットしてみようと思いますが、安くね、骨董品屋さんとかで安く入手できるようであれば、野田旅人さんに送ってあげてもいいかなっても思いますけどね。思い出のカメラなんですよね。なかなかでも出会いはないと思います。はい、今日の動画はねこんな感じですね。ここまでになります。ちょっと、今週はねもう一本もしかしたら動画上げれるかもしれないです。このねカメラでね写真、撮ってきて、これがなかなかね、これはあのオリンパスワイド E っていうカメラなんですけど、露出系をね装備した世界初のカメラみたいなんですけどね。これもねあの勝高様から提供されたものになるんですけども、昭和31年、ね、に、発売された古いカメラになりますけど、なかなかの写りでしたんで、ね、動画にね早めに、しようかと思いますが、ね、作品投稿のコーナーとかがまだ全然、揃ってないのでどうしようかなって感じかな。まあ別になしでもいいんでしょうけどね。はい、今日の動画はこんな感じです。あのいつも言ってますけど、皆様のね、高評価、コメント、こちらにね私の動画支えられておりますので、ぜひぜひねあの高評価、あとコメントもねあの気が向いたらコメントどんどんくださいね。でまだあのチャンネル登録されてない方はね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、そこからチャンネル登録に進んでいただけたらと思います。で今後もねどんどんねカメラ、写真の、ネタをやっていくんですけども、そうですね、もうこんなカメラを使ってほしいとか、こんな写真を撮ってほしいとか、なんか写真のハウツーをね、お願いしたいとかね、そういうね要望もあればね、ぜひぜひコメント欄とか、中年オタッキー2の方のねあの DM、ツイッターの DM、ツイッターやっておりますんでね、ツイッター、中年オタッキーが本赤、中年オタッキー2がサブ赤になってます。皆さんのねあのコミュニケーションはねあの中年オタッキー2の方で行っておりますので、そちらの方にねあの
DM いただけたらと思います。はい、今日の動画ねちょっとこんな感じになります。今日もねちょっと喉の調子悪くて、この間ねあの眠くてねあの大声張り上げながら走ったのが喉が潰れちゃって、なんかなかなか元に戻らないんですけど、まあ そのうち治ると思いますけどね。はい、じゃあまたね次の動画までねしばらくお待ちくださいませ。次の動画でお会いいたしましょう。それではまた、ごきげんよう。さようなら。